診察を受ける方へ。初めての方は1番の受付で診察申込書を渡しますので書いてください。診察申込書は保険証と一緒に受付に出してください。保険証のコピーは使えません。予約がある方は2番の受付に 診察券を出してください。予約がない方は3番の受付に診察券を出して受診票を受け取ってください。診察券、保険証をお持ちでない方はまず4番の受付で確認いたします。毎月、 初めて診察を受けるときに保険証を出してください。つなぐ病院診察を受ける方へ初めての方は一番の受付で診察申込書を渡しますので書いてください。診察申込書は 保険証と一緒に受付に出してください。保険証のコピーは使えません。予約がある方は2番の受付に診察券を出してください。予約がない方は3番の受付に診察券を出して受診票を受け取ってください。 診察券、保険証をお持ちでない方は、まず4番の受付で確認いたします。毎月初めて診察を受けるときに保険証を出してください。つなぐ病院。